はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、定番カクテルでもいったら、作ってみようかなと思います。久々にカクテル。じゃん！こちら、何かというと、ドンシモン。これはね、知ってる人は知っている。知らない人は全く知らない。こちらはね、200円ぐらいで買いました。1リットルの、オレンジジュースです。これ、ただのオレンジジュースじゃなくて、マンダリンオレンジ。25個分使用。果汁 100%。スクイーズマンダリンジュース。ということで。これちなみにね、これ濃縮還元ではなくストレートジュース。オレンジのストレート果汁を使ったストレートジュースです。これは酒の山屋というところで売ってます。ね。これ美味しいんです。なぜ美味しいかっていうと、濃縮還元じゃないか。普通のオレンジジュースって濃縮還元って言って、いわゆる水分を飛ばして、で、運んで、で、水で戻すっていう作業があるんですけど、ここからもう絞ったまんま、そのまんま運んでっていう、パティン。なので、高い。って言っても高いって言っても1リッター。いくらでしたっけ ?200 円だった。200円ならまあ安い方でしょ。振りまーす。まあこれでね、贅沢に。贅沢にね。俺の好きなカクテルでも作ってみましょうか。ことです。ね。氷をタンブラーに入れ。そしてこちら。じゃん。ウォッカですね。ストリチナヤウォッカという。まあ、ウォッカの中で言うとかなり有名なウォッカです。これを、45cc。加えまして、そして、まあここでそのままやってもいいんですけど、ここでステアス、こうして氷と、まあウォッカをウォッカを冷やすのと同時に、そのグラスを冷やす。で、当然、まあ氷が溶けてくるわけなんですけど、氷が溶けてくるわけじゃないですか。で、こう上に、この上部に空きができるんで、もう一個、氷を、投入するんです。そして、このドンシモンの、オレンジ、ストレートオレンジジュースを、加えまして、加えますね。ね、このキュウリはちょっとあれです。なんでキュウリあるんだお前は。そしてバースプーンで。軽くステアして、完了です。
その名は、スクリュードライバーです。カクテル名スクリュードライバー、乾杯。うめえ。あのね、むちゃくちゃ飲みやすい、ただね、あのウォッカのね、甘さがすっげえ引き立つんだよ、これ。あの、オレンジジュース単品と、オレンジジュースの酸味がね、あの、混ざってね。あの、ウォッカの甘さが引き立つんですよ。で、その代わり、あの、オレンジジュースの酸味がどっか行くんです。全然あの酸っぱくないもんね。あれおかしいな。あれこんな酸っぱくなかったっけ。あれこれマンダリンオレンジ自体が酸っぱくないのか。このオレンジジュースが酸っぱくないのかもしれない。あ、そうですね。これ普通のオレンジジュースよか、あれ全然甘いやつだこれ。マンダリンオレンジ甘すぎるわこれ。すっげえ甘い。酸味ほとんどねえ。すげえ甘い。このオレンジジュースすっげえ甘い。本当はもうちょっと酸っぱいはずなんですけど、これちょっと甘すぎる。普通のあのトロピカーナのオレンジジュースとか使った方がうまいかもね。これ甘すぎる。てか、マンダリンオレンジ、これね、2種類あったんですよ、これ、ドンシモンのやつ。マンダリンオレンジのこれと、もう一本、普通のオレンジってやつがあったから。どっちにしようか悩んだんだけど、でも、マンダリンオレンジって書いてあるから、なんか普通のオレンジとかなんか、高そうじゃん。だからこれ買ったんだけど。ちょっと甘すぎるな。酸味全然ねえわ。これマンダリンオレンジ、これ単品で飲んでも、あの、全然酸味が感じられない。ああ。これはいわゆる俗に言う、あの、レディーキラーといって、女性を落とす、弱すのには、大体、あの、名前が一番に上がるようなぐらいの有名なカクテルですね。で、あのスクリュードライバーという名前の由来は、あのスクリュードライバーを初めてね、その作った経緯が、あの工事現場とかの、あのドライバーで、あのウォッカとオレンジジュースを混ぜ合わせて作ったら、そして飲んだらとても飲みやすかったと。という逸話から来てます。ドライバーでスクリューしたから。スクリュードライバー。という。でもやっぱこのタンブラーがね、すごい100均にはね、珍しく凄まじく、あの、これ外国のやつらしいっすね。あの、100均って言ってもあれだけど、ダイソーだけど、ダイソーで買ったんだけど、これあの、あれらしい。外国から輸入してきてるらしい。この。薄張りグラス。薄張りタンブラー。ちょうどいい。ロングカクテルにちょうどいい。何オンスだろう。何オンスだ。
何オンスって言うんだっけ、何オンスタンブラーとかって言うじゃん。確か1オンス、10オンスタンブラーとかかな。10オンスタンブラー。10オンスだったかな。確か1オンスが30ミリリットルだったか、30グラムだったかな。なんで、10オンスタンブラーっていうのはだいたい300ミリリットル。で、カクテルでよく使われるのが10オンスタンブラー。もしくは、まあ、10オンスだったら300だから、まあ、ちょうどいいんじゃないですかね。10オンスタンブラーは確かよく使われるとかって聞いたことはあるけど、確か10オンスだったはず。カクテルでよく使われるタンブラーって、10オンスタンブラーとか、ググると。10オンスタンブラーとかでググると、一般的にカクテルで出されるタンブラーグラスは8オンスタンブラーと呼ばれる 240ml のものである。また国際バーテンダー業界協会では 300ml の10オンスを標準として。ということはこれよりは少ない。でも一応、標準、国際バーテンダー協会では、10オンスタンブラー 300ml を標準としてるわけだから。でも実際8オンスタンブラーってかなりちっちゃい。ああ、10オンスぐらいないと。これ多分10オンスタンブラーぐらいだと思う。おそらく。満タンに注いだら多分、まあ、10オンスはあるだろうね。300ml あるだろう。さすがに。だってさ、ロングカクテルっていう、まあ、いわゆるこういうタンブラーで作るカクテルっていうのは、基本的に氷を入れるわけです。で、氷を大体もう完全に、もうこれぐらいまでもう満タン入れるから、で、氷の容量分少なくなるわけです。だから基本的にやっぱり、これとしてはやっぱ 300ml の、まあ、10オンスタンブラーとか、を使うのがベストだと俺は思ってますけどね。まあ、ということで、こちら、今回紹介したのは、俺がおすすめのカクテルの、簡単な、まあ、スクリュードライバーでした。それではご視聴ありがとうございました。